教習所の時は、はい、どんなこう想像してたんとだいぶ違いました、バイク乗った時。そうですね、教習所が初めて、ね、自転車が乗れたらもうバイクには乗れるって教官に言われたけど、うん、そんな簡単なもんじゃなかったですね、やっぱり重みが全然違うっていうか、うん、重量がありすぎて、うんうんうん、それと身長が低いのがもう最初からハンデがもう随分あったので、うん、風が吹いてももう一緒になって倒れそうって感じ、うんうんうん、でよく倒してました。で、最初 VT でしたっけ、一番最初、はい、小型取った時にもう250のを練習用に買ってもらってあって、それがプレッシャーでも中面取らないと乗れなかったので、まあ何が何でも中面までは取ってしばらくその VT に乗ろうと思ったんですけれども、主人があのもし大型取ったらスポーツスターをあげようって言ってくれたので、やっぱりハーレーに乗りたいっていうのもあったから、絶対に大型は取るぞって。でその時にはやっぱりスポーツスターに乗ってる女の子の友達が多くて、それでも励みになったのと、やっぱり主人が後ろから押してくれて、うん、頑張れって言ってくれたのがあったので、大型取ったらわしのハーレーやるぞって一言言うた時、うん、いやでもやっぱり乗りたいから頑張ろうって、うんうん、でまあスポーツスター、その後今でビッグツインなんですけども、はい、こうまあ、ママさん的にはこのどうなんですかね、一長一短何でもあると思うんですけど、はい、スポーツスターはここがいい、ここはもう一つかな、ビッグツインはここがいい、ここがもう一つかな。そうですね、重量は全然違って、あの重たいけれども、あの乗り出してしまうと体が少しすごく楽っていうか、もう全然加速度が違いますよね、うん、ちょっとひねるだけでもすぐ60くらいバーンって出るし、乗ってしまえば体は楽、それとツアーなので荷物もたくさん乗るし、長距離とかあの風防があるのですごく体は楽です、抵抗がないっていうか風の。もう免許取られた時はもう40代になっておられましたかね、はいはい、でそういう方もそのいつかバイクに乗りたいとか若い人はまあもちろん多いと思いますし、それから、はい、あのバイクに乗りたかったなっていうふうに思ってはる人も多いと思うんですけど、はい、まあ、もしそういう方がおられたとしてママさんがアドバイスするとしたら、やっぱりその乗る人本人の気持ちの中で、うん、自分はもうバイクに乗って走りたいっていう気持ちが強ければ可能なんじゃないかなと思いますけど、うん、頑張ればそっちの方だから年いってていくつやからっとそんなんじゃなくて、自分が乗りたいっていう気持ちがあれば乗るやろうし、自分の気持ち次第。いつもドキドキして違うやろ言われて